はい、猫と時の時です。今日はこれ ES02-PCIe2.4GHz です。まあこれはもうちょっと以前にもちょっとやったんですけど、パソコンの電源をリモコンでオンオフできるっていうやつです。で、ちょっと開けていきましょうか。あ、そういうことか。そういうことやわ。これですわ。これを経由しろっていうことだ。スイッチとリセットスイッチ。なるほど。なんか付属品ついてる？あ、あるやん。ありましたわ。六角じゃない、なかったです、これ。必死で六角でやってましたけど。ここ。五角形か。これで、開けてみますわ。どう、すっげーできた。こっち、んで、ちょっと眩しいな。こうなんかな。こんな感じでパワースイッチでリセットスイッチでこういう感じ でこっちをつけるっていう感じです。こんな感じでできました。これこいつですね、こいつですね、こいつで、ちょっとここに差し込んで、でドライバーでやりました。でちょっとかかりにくいかな。でこんな感じで刺してます。お、よし、よし、完璧。これいけるのかな。いかれへんやん。で、なんかね、取り付けてから、ここのボタンを押さないといけないみたいなんですよ。なんか何回もやってもダメだったんで。で、これ外した方がいいんちゃうかな。感じで、とりあえずちょっと取り付けますね。で、とりあえず、こんな形で取り付けました。
あれありますね、あのボタンを。以上も電源も入れてますんで、一回こんな感じでなりますんで、これで準備完了ですね。で、これでボタンを押すと、あれ消えちゃいました。もう一回。お、来た。来ましたね。こんな感じです。これほんであれかな。あれもいけんかな。ましたね。これもう一回押せんのかな。これなんや。もう一回。あ、消えた。消えましたね。おお、いい感じ。めっちゃいい感じ。これは使えますね。以上、猫と時の時でした。グッドおよびチャンネル登録、チャンネル、え、チャンネル登録よろしくお願いします。 Thank you for watching Cats and Toki Parts Videos Such as Cats Usable Items DIY and Bike Good and Good Channel Registration Thanking you are in advance Please come back again